ラマージョセフ・オドムは、アメリカ合衆国、ニューヨーク市クイーンズ区出身の元バスケットボール選手。ポジションは主にフォワードであるが、あらゆるポジションをこなせる、NBA 屈指のユーティリティプレイヤーだった。身長208センチメートル、体重104キログラム。左利き。高校時代は、パレード支選出のプレイヤー・オブ・ザ・ヤーや、USA トゥデイ支選出の全米ファーストチームに、 選出された。その後ネバダ大学ラスベガス校に進学するもオドムは5600ドルの裏金を受け取っていたことが発覚し、オドムはロードアイランド大学に転校する。2年生時には同大学をアトランティック10カンファレンスのトーナメントで優勝に導いた。ロードアイランド大学の2年生終了後、1999年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、 ロサンゼルスクリッパーズに一巡目4位で指名され、入団。一年目の1999から2000シーズン、オドムは16.6得点、7.8リバウンド、4.2アシストと上場の活躍で、オールルーキーファーストチームに選出された。その後も、まずまずの成績で、クリッパーズに4年間所属した。2003年、マイアミヒートに移籍。 2003年から04シーズンは、1試合あたり17.1点、9.7リバウンドと活躍し、ルーキーのドウ・エイム・エイドと共にプレイオフ進出の原動力となる。シーズン終了後、オドムは、カロン・バトラーラと共に、シャキール・オニールとのトレードで、ロサンゼルス・レイカーズに移籍する。レイカーズでの1年目は、コービー・ブライアントとの共演で期待されたがチームはるわず、フルワーズ。 名門レイカーズはプレーオフ進出を逃してしまう。2005から06シーズン、レイカーズはピル・ジャクソン監督と再び契約し再建を行う。オドムはトライアングルオフェンスの一角として元ブルズの名フォワードスコッティ・ピペンのようなポイントフォワードとしての役割を任されるようになった。シーズンが進むにつれオドムはチームと適合し2試合連続のトリプルダブルも 記録した。07から08シーズン途中にパウガソルが加入すると、以降6シックススマンとして重要な役割を担い、08から09、09から10シーズンの NBA ファイナル2連覇に大きく貢献した。2011年12月12日、トレードでダラス・マーベリックスに移籍した。期待されたものの平均6.6得点、4.2リバウンドにどまり、 2012年4月契約を解除されることとなった。2012年6月29日、古巣のロサンゼルスクリッパーズに加入した。2004年アテネオリンピックにアメリカ代表として参加し、平均5.8得点を記録。銅メダルを獲得した。これまでの国際試合のキャップ数は14試合である。レギュラーシーズンプレイオフバスケットボールにおける5つの ポジションをすべてこなすことができる n b a 有数のユーティリティプレイヤー。208センチメートルと長身ながらボールハンドリングに優れている。またセンターのような長身に加えて広いウィングスパンを持ち合わせておりスモールフォワードのようなクイックネスも身につけている。デリック・ローズによると試合前に肉体管理のため腹筋運動をルーティーンとしている。ありがとうございます。